もうすぐお正月が来ますよ。お正月のご挨拶は分かりますかそうです。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。って言うんですよ。では、お正月に食べるものは何料理ですかそうです。おせち料理です。おせち料理は昔。 神様にありがとうっておそなえするごちそうだったんですよあたらしいとしがいいとしになるようにかぞくみんなでいただきますおせちりょうりにはひとつひとついみがあるんですよ黒豆はげんきで豆メしくはたらけますようにかずのこはちいさなたまごがいっぱいありますね。 これからも赤ちゃんがたくさん生まれますように。子孫繁栄と言います。栗キントン中に入っている栗が昔の丸いキラキラしたお金に似ています。だからお金が貯まりますようにの意味です。オナマスは大根の白と人参の赤の組み合わせです。赤と白はいいことが起きる色と言われています。 今年もいいことがたくさん起きますように、という願いです。次はこぶまきです。喜ぶという言葉にこぶと入っているので、おせち料理にこぶまきも入っています。エビは腰が曲がっていますよ。腰が曲がるといえば、長生きしたおじいさんやおばあさん。腰が曲がるくらい長生きできますように、という意味です。 次は、たずなこんにゃく。馬に乗るとき、人間はたずなという綱を持って、馬がちゃんと前に進めるようにしました。こんにゃくをたずなに見立てて、その一年もしっかり前に進めるように、という意味です。次はスバス、すばす。はすとは、蓮根のことです。蓮根にはたくさん穴が開いていて、望遠鏡みたいですよね。 これからのことをよく見通せるように、いいことがよく見えるようにという願いです。お花の形や雪の結晶のように切ります。梅の花人参梅は花を咲かせた後、必ず実ができます。実ができるのはいいことなので、とっても縁起がいい。梅の花を人参で作ります。叩きごぼう。 畑で食べ物がたくさん取れますようにごぼうは地面の深くまで根を張っていますみんなのお家もごぼうのように根を張ってずっと栄えて立っていますようにという意味です最後はだて巻きです今の本はこういう形をしていますね昔の本は巻物といってこんな形をしていました だて巻は昔の本に似ているので、勉強がよくできますようにという願いが込められています。おせち料理を食べるとき、どういう意味があるのか家族に教えてあげましょう。きっとおせち博士って呼ばれますよ。